マウントマントメガネさん、ライバーをありがとうございます。ライムさんも雪村さんも KKB さんもありがとうございます。こんばんは。ひっちゃんもライバーをありがとうございます。マントメガネさんも桜餅ありがとうございます。6時になりましたけれども、皆様どうお過ごしですか？私はさっき配信前に洗濯物を回しました。笠さんライバーありがとう。ヨミさん桜餅ありがとうございます。なんか違う、多分服装じゃないですか。なんか可愛い系じゃないからかな。じゃない？印象変わるね。どんな洗濯機使ってるってどんな普通の洗濯機じゃ洗濯機なんですけど、でも乾燥までついてない、送風しかついてないんでね。乾燥のついた洗濯機欲しいって思ったけど、言うてまだ 2,3 年しか使ってないし、もったいないなと思って。いくら食べんねんって感じやな。手が止まってない。モングさん可愛いのありがとうございます。着てるやつだよ。なんか言う。本当だ。あともうちょい30万。割れる。割れ少なくなる。一瞬ツインテールに見える。マジ？赤井さん可愛いな、ありがとうございます。ちょっとね、パサついてます髪の毛が。お、20万ポイント台になりました。やった。赤
井さん可愛いのありがとね。ママさんレイバーありがとうございます。こんばんは、こんばんは。やった、今日も可愛いだって。ありがとう、タカさん。あー、くしゃみ出そう。ずっとくしゃみ出そうなんか出ないんだよね。おかしいな。こんばんは。皆さんは何中ですか？今仕事終わったぐらい？それでまだ終わってないの？帰ってる途中とか？もうすぐ夕飯食べます。お、食べます。おお。ご飯準備か。つみさんこんばんは。休憩中。参照して。お、ありがとうね、仕事中なのに。爆笑キングさん、仕事終わりお疲れ様。赤井さん帰宅中です。気をつけて帰ってね。夕飯作り中。皆さん何作ってるんだ。松本坊さん移動中。お、気をつけてね。夜ご飯、そうだな、お野菜食べたいなって。だからお野菜なんか買いに行こうかなって。セミさんカレー食べてました。いいね、カレーも食べたい。なん食べたいな。ズッコさんこんばんは。今頑張って推し集めています。ありがとう。トゥルミーさんこんばんは。野菜食べたい。そう、なんて日だなんて日だ。まずにする。鶏肉とえのきとネギの炒め物作ってます。おお、美味しそう。えのきとネギと鶏肉って絶対合うじゃん。昼より声が良くなったね。昼は本当に風邪だと思って心配したよ。多分ね、今日初めての声出しやったからかな。喋ってなかったからああぐらいでスタートしたから多分そうなった。二度目の訪問、初訪問ありがとうございます。そう、よかったよかった。鼻は出るんですけど、ちょっと暖かく暖かくしとかないと。100回目の訪問ありがとうございます。二度目の訪問
ほうめがねさん、ちょうさん、こんばんは、こんばんは。こんばんは。で、鼻が。この BGM ね、種類がね、いろいろあるんだよね。超集中記憶力アップの音楽流す。集中しましょうみたいな、なんかストレッチの音楽みたい。それでは手を上げて下ろしてってやってそう。青メガネさん、ライバーをたくさんありがとうございます。すごい、なんかさ、今関連なところにさ、残りは少ない春休みも超集中する10時間勉強ライブ BGM あり。で、今ライブ配信されてる方がいるんだけど、10時間ぶっ通し勉強配信ってすごくない？ヤスカールさん、ライブありがとうございます。ひろっちさん、ハートありがとうございます。青メガネさん、ペンダかな、全部投げときましてありがとうございます。ありがとうございます。喉のケアはこまめに水分取るかな。なんかライブの時とか結構ステージ乾燥するステージ多いんで、事前にこまめに飲んでます。ひろしさん、桜ありがとうございます。自分の歌い方が息多めで歌っちゃうんですよ。でもうちょっと少なくする歌い方とか練習してるんですけど、息多めでやると結構なんか喉を痛めることが多くて、だからこまめに水分取ったり、あとは喉飴舐めたりしてますね。ちょっとこれ違う曲にしよう。音量上げて下げて。懐かしいやつ。懐かしい。テン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 。猫三匹さん、こんばんは。マカオさんもこんばんは。チラッ。
ダメってノーってこと。こまめって何なの？フォルテさん、ライブをありがとうございます。ただいま戻りました。カジスさんお帰り。皆さんちゃんと SMS は登録済みですか？しとかないとポイントあかんので、反映されないので気をつけてください。あとこの1週間目2週間目それぞれ2つのとこ100位以内に入った方は4月30日の無料イベントに抽選で120名様招待というあるので、もしよかったら100位までに入っておいてもらえたら嬉しいです。ボングさん、桜ありがとうございます。ありがとう。あ、30位しか見れないのかな。ゆうたさん、ライブありがとうございます。なるほどね。今1位ボングさん、2位若井さん、3位豊さん、4位大さん、5位ミータさん、6位ひらっちさん、7位香港のケイケイさん、8位松本坊さん、9位チェキさん、10位しげちさん、11位ジグレさん、12位ロトさん、13名チェキさんめちゃイキシュさん、14位ゆかさん、15位みちまるさん、16位ゆうたさん、17位まるさん、18位やみんさん、19位みっちゃ、20位クロスゼロさん、21位ましおさん、22位ポッポスターさん、23位よしもりさん、24位ゴーオンさん、25位けいさん、26位ようじろうさん、27位ひらしさん、28位わたけさん、29位つっきーさん、31位じゅんく。ありがとうございます。今30位の方が。ミータさん、ハートありがとうございます。竹谷さん、こんばんは。ですね。18、あれ今抜かしてた。言ってたよね。安幸さん、こんばんは。
ま変わった？すごい、なんかみんなのやつを見るとさ、このアカウントで一番多くて459回見に来てくれてる人いるか、最大459かな。459回くらい配信してる。あ、そうなんだ。出たり入ったりもカウントされてるんだ。あ、じゃあ何回くらいなの配信したかわかんないんだ。なるほど。パソコンで見てると今のくれな顔死んでるな。小風さん、こんばんは。どこで見れますか？見れます？なんか出てきたランキングかな。カノンさん、ライブありがとうございます。AKB 時代のアカウントも残ってないと思う。消した気がする。今回はどんなアバターを作りたいですか？そうだな、でもギター持ってるやつがいいな。最終できたでは配信したので、また20時にありがとうございます。ありがとう。ナイチさん、レイバーありがとうございます。ひとかさん、桜餅ありがとうございます。なんかこれね、色白に見える。ボンゴサインでありがとうございます。チョパンバターでもいいな。ね。確か。リアルマドリッドさん、ライバーありがとうございます。事務所には出かけに行ってます、今。多分そうなんですよ。僕の家にあります。あるの？のぬいぐるみ作りたいね。
家出中です。戻ってきません。家出してます。チョパンが「デジタル化が必要ならば言ってください。ありがとう」嬉しい。ヘロさんこんばんは。こんばんは、こんばんは。今日は水曜日だね。反抗期、それな、反抗期。これリングライトですね。はい、隠しましょうか。シュ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 。はい。ちょっと見えてるけど。なんか。部屋の模様替えしてもう一回また多分模様替えするんだ。悪いやつって怖いやつかと思いました。これでしょ、リングライト。リングライトね、使わなくても明るいかなと思って使ってないかも。 YouTube 撮るときやったりとかは使うけど、これね、反抗期って多分ないと思います。反抗してなんかあるってことは多分ない。豊さん、ハートありがとうございます。反抗するときはあるかもしれんけど、反抗期はないな。でさ、果物今何が出るんだろう。いちご？今の季節。果物。いちご。4月だとイチゴ、柑橘系ビワ、あとはリンゴ？ん？これどうやって見るんだ？この表どうやって見るんだ？こんばんは。黒猫さん、メンバーありがとうございます。いちご狩り行きたいな。桃は6月、7月、8月7月、8月が多いの。メロンは9月。ああ、さくらんぼね。いいね。東京ってもう桜咲いてるんだって。咲いてます。咲いてる咲いてる。洗濯まだ終わってないや。長いな。30分ぐらいかなと思ったらまだ終わってない。
一行さん、フォローしましてありがとうございます。元さん、桜餅ありがとうございます。こんばんは。ありがとね。デコポン買ったな。食べたことある。あるある。美味しい。あれやな、皮が分厚いやつやな。切って食べないと食べれないやつ。ポコってなってて。成功さん、桜たくさんありがとうございます。いちごって1月か5月が時期だからいちごって言うの？すごい。そういうこと？みかんとかは3月からではない。でも3月がいっぱいやりそうだからみみたいな。桜餅は関西風と関東風どっちが好きですか？その違いあるの？何が違うんですか？粒あんこしあんとか。あんこは食えのはこしあん派です。いちごでいちご、そういうことなんだ。初めて知った。ありがとうございます。桜餅、ありがとうございます。桜餅、これがあれか。でもクエナ2つ目のやつしか食べたことないかも。上のやつがほとんど。そう、なんか一つ目の方はどうなってるの？ハブタイムチみたいなやつに桜味バージョンのあんこが入ってるみたいな。関東なんだこれは。大阪行ったらほぼズボンしかお店に置いてなくてカルチャーショック。うん、でもこしあんが好き。関東はおはぎみたい、そう、おはぎみたいなやつが冬の桜餅ってイメージだな。一緒に投げました。ありがとうね。桜味っていまいちわからんくない？けどさ、なんだろう、梅という、梅じゃない、シソみたいな癖あるよね。スタバの新作のやつを飲んで思った。これならパイ食べてないの。食べようかな後で。気になるなって思いきや、そう、コンビニのおにぎりも味付き海苔でカルチャーショック受けてます。コンビニのおにぎり味付き海苔なの？
でもクレナは味濃いものが好きです。薄味より濃い方が好き。なんかだからこそ、じゃあ卵焼きは、卵焼きで言うと甘い方が好きですか？どうやって味付けしますか、皆さんは。名古屋ね、名古屋くんでもソースカツだっけ、ソースカツじゃないな、串カツとか手羽先とか大好き。しょっぱい派、甘い派。こういうのは塩コショウめっちゃ入れます。あと醤油入れます。で、なんか砂糖を入れといた方がいいかなって、砂糖ちょっと入れる。で、それにプラスケチャップつけて食べる。もうどの味にすればいいんだって、卵も困ってる感じ。あ、味噌カツ、味噌カツ、味噌カツだ。あれ、味噌カツ、味噌カツ、ちょう。いや、味噌カツも好きやけど、名古屋でも売ってるやつ。ご飯も食べるからさ、見て、一味。もうこれすぐなくなってくんだよな。いつ買ったっけな。でも言ってあとこれぐらい、半分ぐらい。結果が得られますか？怖いな。手羽先唐揚げ大好き、めちゃめちゃ大好き。このさ、冷凍食品でさ、山ちゃんのさ、あの串、手羽先が売ってたんですよ。食べたんだけど、やっぱまあ本物で食べた方が美味しいなとは思った。カリッとするし、あと山ちゃんのってめちゃめちゃしょっぱいじゃないですか。だから名古屋ひつまぶしと名古屋コーチンと手羽先食べるはずです。名古屋コーチンって何？名古屋コーチンって鳥がいるの？みんなで部屋着にしようと。おい、しょっぱいものいっぱい食べてる。名古屋コーチン、こんなんなんだ。なんかさ、鶏を見てなんか思い出した話していいですか？なんか結構前か、まあ、この間なんか、どれぐらいだろう、この前タクシーに乗った時に、運転手さんって喋る方と喋らない方いるじゃないですか。で、その方がめっちゃ喋る方で、めちゃくちゃ
かかってきて、喋る方で、で何されてるんですかって、何、あ、タクシーの前何されてたんですかって聞いたの。そしたらね、そのニワトリの偉い人、ニワトリの卵をやったりとかの社長さんみたいな感じをやってたみたいな。でもね、鳥ウイルスがその時ちょうど流行ってみたいな。めっちゃ話深いと思って聞いてたんだけど、あんま覚えてなかった。ニワトリはなんかやってる、やってて、で、おおすごいってなんかなったんだけど、そうだわ、鳥の親分やったんやと思う、ニワトリの。そう、それして、で、なんか破産な波乱万丈な人生を送って今タクシーをしてるって言ってて、そう、鳥インフルでダメになっちゃって、その話を今名古屋コーチを調べて思い出した。花坂亭天使さん、メンバーありがとうございます。てかタクシー一本で来たとは思わなかったのね。タクシー、タクシーの運転手は昇格ってことって、確かに鳥からタクシーの運転手だったもんね、鶏から。すごいね、大きくなった。鳥育てたことはない、うん、の運転手さんと話をするのが好きなんです。たくさんのことを知ってるからです。確かに確かに、鳥の話聞いちゃったくる焼き鳥焼くしかなくなりました。あ、びっくりした、なんか食べる気失せたみたいな感じかと思った。でもありがたく食べましょう。ペットはりゅうちゃんが初めての、いや、ワンちゃん飼ってました。ワンちゃんというか犬、ミックス犬みたいな。捨て犬って言い方悪いんですけど、それを拾って、なんかなんだっけな、知り合いの方の駐車場かで子供産んじゃって、でもう一番弱そうなワンちゃんを親が持って帰ったんですけど、そう、それで育ててたらしいです。でもクエナが、さっきの、中学校かな、小学校か中学校の時に、な、いや小学校だな、亡くなって、そう、って感じですよね。
焼き鳥焼き器大活躍。え、てかさ、これのあのクレープ器をねいただいたから、クレープやりたい。私しかも旬的にもいちごでしょ。24時間の時やろ。やりたいやりたい。そう、クレープ器をねもらったの、あの方に。へい、へいへい、へい、楽しみになってきた。あ、それね、今のところなんですけれど、今なんか絶対確実確定ってまでいけてないんですけれども、多分4月9日の夕方から10日の夕方にかけて24時間配信しようと思ってて、それが土曜日と日曜日なんで週が変わるとこやから、このポイントのやつが一回なんか止めないといけないのかを今確認してもらってる感じです。本当に24時間やろうとしてます。焼くところが上に盛り上がってるやつかな。うん、なんかこうやってしなくて、くるくるしなくていいやつかもしれない。なんか24時間ずっと寝ずに起きてたことないかもしれない。大丈夫かな。もうギリギリまでめっちゃ寝よう。24時間は全部生配信。そうだね、わかんないか、多分そうなるとは思われる。で、寝たくなったら寝てもいいんだよ。途中で寝てるかも、喋りながら。24時間起きてるってことはない気がする。食べながら寝てほしい。これクレープの盛り付けしながらこうやって寝てるかも。食べながらは恥ずかしいな。眠たくなったらマネージャーさんに任せて仮眠取るわ。マネージャーさんいるときだけ全力でいきます。なんでやねん、口が滑った。おい、おい。クレープの具材は私もう決まっちゃってるんですけど、ホイップクリームにいちごを乗せまして、
チョコソースをかけまして、それぐらいですかね。はい、それぐらいに。その3つが揃ってるものを毎回頼む。バナナが食べれないんで、バナナ抜きでって毎回言ってる、ちっちゃい頃から。メロンも乗せない。あ、でもパイナップルとかやったら美味しいかもね。ツナキムチ味、のこと言ったらさ、なんだっけ、タコライス味みたいなのめっちゃ美味しかった。池袋のなんかサンシャインかで食べたんだけど、クレープ甘いのも好きやけどさ、しょっぱいのも好きなんですよね、こういうの。あ、けど、あとなんかね、事務所でダンスのやつを歌った時にマネージャーさんがクレープ買ってきてくれて、ブルーベリーとレアチーズとか、なんか何や、なんかそういうの買ってきてくれたのは、シュガーとおしゃれなやつ、ピーナッツのやつをもらったんですけど、美味しかった。てかなんかいろんな種類あるんやなと思って、ブルーベリーとレアチーズも美味しそうやと思うし、シュガーとピーナッツのやつもおしゃれで美味しいし、無難に生クリームをぶえってかけて、ぶえっとかけてのフルーツも美味しいと思うし、そうなんです。ちょっと楽しみだな、いろいろ。もあります。いろんな木があります。これな、和田菓子もあるし、チョコフォンデュのとかチーズフォンデュとか作るやつもあります。そしてあ、でもそんなもんか。かき氷ないんですよ。かき氷ね、キーンってなっちゃうから。出せそう。確かに。ちょっと待って。取れろ。よし。あ、アヒージョもやりたい。もういろんなのしたいじゃん。たくさんだね。たくさんマークやりたいこと、食べたいものがありすぎて。さんさん、最初は参照ありがとうございます。ワッフルメーカーいいな。またねえ、メモに書いとかないと。
氷の代わりに牛乳を凍らせて、美味しそう。ミルク。噛んでるけどありがとう。噛んでた。じゃあそうそう19時になりますので、皆様次20時から1時間後お会いしましょうか。何気づいてないで、何食いしん坊？食いしん坊です。はい。フライパンある。ミックスジュース作るミキサーない。まあそんないっぱいね、食うの買ってたらね、もうね、食うの家、もうなんか、何でも作れる気しかないみたいな。まあたくさんなっちゃうから気をつけないとと思って。では、ランキング移ります。13位、みちまるさん、ありがとうございます。12位、クロスドーラさん、ありがとうございます。11位、ヨンミさん、ありがとうございます。10位、ゆたかさん、ありがとうございます。9位、香港のケイケイさん、ありがとうございます。8位、しげちさん、ありがとうございます。7位、チェキさん、ありがとうございます。6位、ひろちさん、ありがとうございます。5位、ロトさん、ありがとうございます。4位、ミータさん、ありがとうございます。3位、ひろしさん、ありがとうございます。2位、若井さん、ありがとうございます。1位ボングさん、ありがとうございます。ひろっちさん、あれありがとう。ボングさん、ありがとう。疲れありがとう。ではでは、20時からもう少し仕事終わるから次の枠はしっかり参加します。お、三鷹さん頑張ってね。ボングさんも今仕事に戻り、次の配信までに終了するようにします。頑張ってね。皆さんもお仕事ある方は皆さん頑張ってください。では20時またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。